2泊3日で神戸と淡路島へ一人旅行ってきます。今パッキング中ですね。明日の朝結構早くから出発で、カバンはこのニードルズのでっかいトートバッグ入れてこうと思います。ライカのカメラ持って洋服の着替え、あとはこれスキンケアとかスタイリング剤、メガネはね、神戸のスピークイージー行こうと思ってるんでギュパールを持っていこうと思います。あと充電器、あとは旅先で読む本、西加奈子さんのおまじない、角田道代さんの恋するように旅をして、浜田真帆さんの本日はお日柄もよく、読めるかな全部で。旅先でちょっと日記とか手帳をつけるようにノートと、あとはこれは常備薬サプリ、カッコン糖、まあそんなもんですかね。あとお財布と免許証入ったやつ持って、そんなに多分寒くなさそうなんで、着替えもね、ナイスネスのカディの青の柄シャツと古着の T シャツ2枚、あと下着を2枚と小森のカーゴパンツのショーツ1個、あとはねサンダルで行こうと思ってるんですけど、海辺の方を歩くようになんかニードルズのビーチサンダル持ってこうかな、持ってこうかなって感じだったかなと思ってます。さあそろそろ準備を終えて、今時間は11時40分で、明日6時起きぐらいで行かないといけないんで早めに寝たいと思います。ちょっとねこの買ったばっかのアンセルムのデニム履いてこうかと思ったんだけど、まだちょっとこれは取っといて、明日の着替えはもう見せちゃおう。こちらですね、アルテリアの赤いシャツ着て気合い入れて神戸行こうかなと思います。でアイアムドークのベージュのパンツに有限のベルトで、ナイスネスのレザーサンダルを履いて行こうかなと思います。それではおやすみなさい。アリー。よっしゃ、準備完了です。今日から神戸と淡路島2泊3日旅行、一人旅でちょっと行ってきます。1日目はこんな感じ。パンツはもうこれ1本で、あとショーツだけ持って行って、トップスはね着替えちょっと持って行って着替えようかなって思ってます。さあ最近ね旅 Vlog が楽しくて撮るの、今日もね全力で楽しんでいきたいと思います。メガネはギュパールのナンバー21ですね。それじゃあ参りましょう、行ってくるね。出発進行。気温は高すぎずちょうどいい暑さですね。したいと思います。その後ちょっと朝飯食おうかな。Thank you.
こんにちは、並木です。今からあと15分後ぐらいに飛行機の乗っていくのでね、今時間が9時10分前、今日6時台に起きたんで眠いっすね。昨日は12時ぐらいに寝たから6時間ちょい睡眠、やっぱり7時間は寝たいね。いやー、なんか飯食う場所あんまなくって、神戸の洋食屋朝日っていうところをお客さんに勧めていただいたので、そこのビフカツを食べたいので、ちょっと朝飯は我慢していこうかなと思ってます。いや、なんかもうこのままちょっと寝ちゃって飛行機乗り過ごしそうなんで、少し動画の編集とかして時間潰そうと思います。アリー、もう始まってました、搭乗が。乗ります。飛び立ちます。無事に神戸空港に到着して、ここから電車ですね。でちょっと三宮の方まで行きたいと思います。洋食の朝日へ行きたいと思います。次は計算科学センター。神戸のではマナーモードに設定の上、通話はお控えください。今、オートライナーというのを使って神戸三宮駅へ到着しました。時間は今11時前ですね。ここからちょっと電車で洋食朝日っていうところに向かいたいと思います。結構腹減ったんでね、大盛りかな。阪神本線っていう電車に乗るんですが、どれかわかんないけどこれかな、阪神電車。向かおう。これっぽいっすね。これで向かいます。これが阪神電車で合ってるかな。多分合ってる。腹減ったぜ。天気がちょっと曇りなんだよね。晴れるといいけど。西本町到着。西元町に初上陸です。やっぱね、新しく上陸する町ってのはワクワクするよね。飯食いたいと思います。並んでるかな。わお、並んどる。しかも結構並んでる。やっぱ人気なんだね、洋食屋の朝日。洋食の朝日から並びます。どうぞ。もうちょいで入れそうです。
やビフカツとエビフライトッピングして食べたんですけど、うまかったです。この近くにちょっと名前が覚えられなかったんだけど、ヴィンテージのフレンチヴィンテージのショップがあるみたいで、ちょっとそこ向かいたいと思います。腹が満たされた。いや、しかし暑いね。ジョイエールメルカロード宇治川。うわ、神戸で創業100年の薩摩薬局だ。知らんけど。知らんのかい。うわ、無人の餃子販売。今日夜餃子食うからね、ここでは買わないでいきたいと思います。餃子。いい木ですね。並木和樹です。木です。いい建築ですね。神戸タワー。神戸の元町を散策、散策するわよ。笑顔の練習。苦笑いになっちゃうんだよね。ウイスキー。こちらワンテンスっていうお店、いい感じなんだけど、やってない。一発目の波数やってないシリーズ来ました。置いてるブランド良さそうなんですよね。波数やってないシリーズ。マーティーのシャツが置いてるんだよね。うわー、見たかったな。今日はお休み。これが波数やってないシリーズ。みんな今日は何件やってないかな。お、あそこはやってそうです。よかった、まあ、ここが目当てだったんで、さっきの店はね、あの目当てではなかったんですけど、ジャルなんだ、ジャルジャル、絶対ジャルジャルではない。可愛い扉ですね。店内はちょっとね、まだ撮れないかな。ジャイラピーチ、ジャイラピーチで合ってるかな。最近フレンチな気分ですね。パリに行こうかな。さあ、めっちゃいいお店でした。ハンカチを2枚ゲット。これ読み方はジェラペッシュでしたね。ジャイラピーチじゃなかった。で、桃を持ってるっていう意味で、フランス語のことわざで元気いっぱいっていう意味みたいです。ジェラペッシュ、神戸に来た際はぜひ。花瓶とかね、食器系めっちゃ良かったんですけど、ちょっと持ち帰るの割れちゃいそうなんで諦めました。いい、よかった。ファイマーコーヒーアイスブレンド。かわいいお皿のお店がありました。ロッタ神戸。ここもフォロワーさんにおすすめしていただいたセプテッド、行ってみます。
あれ、やってない。 Google マップで見たら営業中って書いてあったんだけど。ナビカズやってないシリーズパート2。また来ます。ショックだね。残念。さあ、今から歩いてですね、ベイグ神戸っていうギャラリーに行きたいと思います。この辺は横浜っぽい港町っぽい感じですね。いい感じです。おしゃれな街並みですね。ちょっと雨がねパラパラと降ってきちゃいました。着きました。ここはやってそう、ベイグ。めちゃくちゃ雰囲気いい建物ですね。神戸でした。めちゃくちゃいい空間でした。すごい好きな場所になりましたね。神戸来た際は必ず立ち寄りたい、そんな場所になりました。今は野田雄一郎さんという方の写真の展示も一緒にやっていて、カフェも利用させてもらったんですけど、すごいね、空間のデザインからもう良かったですね。大好きな場所になりましたね。そしてスタッフの方がね、あの並和チャンネル見てくれてたっていうことで、いろいろお話しさせていただいて、とてもいい時間過ごせました。バーグ神戸、カフェでお茶するのもとってもおすすめですね。すももと生姜のソーダ割りみたいのを飲んだんですけど、すごい美味しくて、すごいデートにもおすすめだし、一人旅にもおすすめな、そんなスポットでした。続きました、アバウト。ビショップの系列のお店らしいですが、1階にビショップがあって2階ですね。この階段が洒落てます。おしゃれ。アバウトさんも素敵なショップでした。 TT とかコモリとか KCKC ポータークラシックなどを扱っていて、コモリのアイテムかなり置いてましたね。 SS のもあったし、 AW もちょっと入ってきてて、コモリ神戸で買うならアバウトさんじゃないでしょうか。続いて近くにあるね、ノマドさんというショップに行きたいと思います。すぐ近くでした。ノマドさんへちょっくらよく見てきます。さあ、今ノマドさん行ってきました。ナイスネスや有限がね置いてあるいいお店でした。で、今からちょっと夕飯食い行こうと思ってまして、まだ夕飯にはね早いんだけど、この後レンタカーでちょっと淡路島の方へ向かう予定なので、神戸でね餃子がうまい店があるっていうのを聞いて、2つちょっと候補あったんですけど、3つか、餃子大学と、あと万円っていうところと赤満っていうところを今見ていて、さっきのね
バーグ神戸の人に聞いたら、近くだったら赤マンの餃子が餃子だけだったらうまいということで、万円もね結構おすすめしていただいてたんですけど、そっちはなんかワイワイちょっとね中華いろいろ食べるなら万円で、餃子だけなら赤マンということで赤マンに決めました。なので今から赤マン向かって餃子食いたいと思います。神戸で餃子、味噌だれみたいだね餃子がね。いやそれにしても雨が降り続いておりまして、そしてねサウナに、神戸サウナ&スパってとこ行こうと思ってたんですが、ちょっと時間がなさそうで、最終日行けたらちょっと行こうかなと思います。なので今日はね夜ゲストハウスにちょっとね宿取れなくて、一部屋だけ取れたんでね、そのゲストハウスだからお風呂とかついてんのかな、ついてなかったとしたらどうしよう。しかしこういうドキドキがあるからこそ旅って感じ。すごいみんな走ってる。さあ赤万へ向かいます。万円があったんでちょっと外観だけ届きました。結構意外と思ってたよりちっちゃな餃子屋さん、中華料理屋でしたね。今度来れたら来たいと思います。万円。さああちらに見えてまいりました、餃子釜。しかしなんかやってなさそうな雰囲気ですね。不穏な空気流れてますよ。これ絶対やってないでしょう。マジか、今日やってないシリーズ絶好調だね。めっちゃいい感じにやってないじゃん。やってない、餃子赤マン。なんで、8月19日今日から23日まで休み、今日からお休み。うわショックだな。そしたら5時からのあの万円行くか。万円やってそうだったからな。万円で餃子食おう。やってなかった。さあ赤万とか万円のねあるこの辺りは何通りなんだ、三北通り、結構栄えてますね。人が増えました。いや神戸の土地勘全然わかんねえ。生田ロード、とりあえず万円行くか。到着。ここはすごい栄えてますね。神戸三宮駅ですね。さあレンタカーを借りに行きたいと思います。こ
ここは裏側ですね。面白い作りですね、街が。サンイースト。天気なんですけどね、渡りたいと思います。すごいね、でかいね。さあ淡路島に到着です。なんかすごいなってる。観覧車がねでかいね。で雨がめっちゃ降ってきちゃってて、とりあえずちょっとサービスエリアにスタバがあるんで、スタバでちょっとフラペチーノでも飲んじゃおうかなって思ってます。ちょっと一人だからね、今運転のシーン撮りたかったんだけど、カメラを設置する余裕なくて、なんかもうめっちゃ雨降ってるね。雨の明石海峡大橋は正直全然周り見えなかった。まあ雨の明石海峡もいいよね、そんな時もあるさ。とりあえずめっちゃ雨降ってるから、ちょっと軽装でスタバでまったりして観覧車でも乗っちゃう。一人観覧車はちょっとでもきついかな。とりあえずスタバ行こう。アリーっていうかね、一応宿がね8時までにチェックインしないといけないんだけど、こっから多分ね20分ぐらいで行けそうで、8時にね、あ、ヤンキー暴走族いるわ。8時に行ってやることないんだよね。8時からどうしよっかなって思ってて、レンタカーで移動、一人レンタカーだとお酒飲めないのがちょっときついですね。お酒飲めないからどうしようかみたいな、宿にお酒買ってってちょっとね晩酌するか。とはいえこの雨だからね、タクシーとか通ってんのかな。なかなかちょっと淡路島のちょっと遊び方まだわかんないね。まあ、とりあえずスタバへ行こう。アリー、とりあえず観覧車と一緒に撮っとこう。淡路島の観覧車です。いや、あいにくの雨だね。よっ、雨男。着いたぜ淡路島へ到着。うわ、なんか向こうの夜景がめっちゃ綺麗やん。写真撮りに行こう。雨降ってるけどロマンチックな夜景だね。綺麗だね、橋が。橋の奥に見えるうっすら夕日がなんともエモい表情を醸し出しています。淡路島といえば玉ねぎっすね。サンシャインファインフラペチーノ。さあ到着です。今日泊まるのはこちらのゲストハウス、ことぶき庵でございます。いや、めちゃくちゃ夜道暗くて結構怖かったです。めっちゃ雨降ってる。着きました。森の匂いがしますね。ことぶき庵、すごい、ちょっと山になってるんで海が見えますね。今日はこちらのゲストハウスに泊まります。
雰囲気のある宿ですね。おお、はい、ここは3階のトイレ、夜はここを使ってもらって、夜でもいいですね。はい、それで、朝はここを電気がややこしくて、はい、あれが寝るとき使うんですけど、スイッチがここなんですよ。へー、こんな感じで。かわいい。ここでやってください。はい、それで今日は、ちょっと今日は夜なんで、ちょっと寝てもらって、今日は夜なんで、綺麗な部屋ですね。この梁は100年以上前のものみたいです。すごいですね。明治時代からある古民家を改装しているみたいです。ゲストハウスだけどめっちゃ綺麗ですね。これで1泊1万3000円ぐらいかな、1万ちょいか。いいね。ベッドは2つあるんだけど1個しか使えません。今日はもうこれで寝ようかな。コンビニで買ってきたつまみを、あれ、これ今起こったことをありのままに話す。俺はローソンでサラダチキンブラックペッパーを1個買ったんだ。そしたら袋に2個入ってた。やるやる。でも絶対2個取ってたんだ、気づかんかった。そして今日はビールハイネケンとハイボールでちょっと一人晩酌して、雨が止めば朝日がね5時半ぐらいに見れるみたいなんで、ちょっとそれを見るために今日は早めに寝たいと思います。シャワーがお風呂あるみたいなんでね、ちょっと軽くシャワー浴びて明日温泉行こうかなと思います。じゃあちょっと乾杯だけしたら今日の Vlog は締めようかな。じゃあね、お仕事の人も学校の人もお疲れ様でした。乾杯。あー、やっぱビールがうめえ。じゃあまた次回の次の動画でもお会いしましょう。アリハイネケンにサラダチキンにイカミミチップにチーズタラ、かわいい、かわいいつまみですね。よっしゃ、いやあっという間だったな神戸。よし、古民家っていいね。古民家に住みたいな。雨降っちゃったけど、またなんか静かでいいね。おやすみなさい。さあ、お風呂入ってもう寝るだけ。ちょっと早めに寝て朝日でも見ようと思います。おやすみなさい。